エンハイペンがカムバックする。所属事務所であるベリフトラブの関係者は本日、14日、入選に、エンハイペンは7月12日にカムバックする予定だ。詳しい情報は後日、案内すると明かした。エンハイペンが自身の名を掲げアルバムを発売するのは約8ヶ月ぶりのことだ。彼らは昨年11月16日にフィフスミニアルバム、オランジェブラッドを発売し、タイトル曲、 スイート・ベノムで活動した。デビュー以来、着実に成長しながらキャリアハイを更新してきたチームであるだけに、ニューアルバムではどのような記録を作り出すのか、注目が集まっている。サークルチャートによると、フィフスミニアルバム、オランジェ・ブラッドの売り上げは、今年2月にアルバムチャート基準で累積200万枚を突破し、彼らは初のダブルミリオンセラーを達成した。他にも同作は、 昨年12月4日付の米ビルボードメインアルバムチャートビルボード200にチャートインした後、7週間連続でランクインし、日本のオリコンチャートの週刊アルバムランキングと週刊合算アルバムランキングでは1位を総なめにした。これを通じて彼らは強い影響力を持っているグローバルアルバム強者として位置づけられた。彼らは正式カムバックを控えた5月13日。 ダークムーンスペシャルアルバムメモラビリアをリリースした。同アルバムは14日の午前9時時点で、フィリピン、インド、ブラジルなど9つの国と地域の iTunes トップアルバムチャート1位を獲得した。アメリカ、メキシコ、スペインなどでも熱い反応を得て、21の国と地域でトップ10にランクインした。また、タイトル曲、フェータルトラブル、和体。 ベトナムペルーなど12の国と地域でトップ10にランクインした。韓国ではフェータルトラブルだけでなくアルバムに収録された全曲がバグのリアルタイムチャートの上位圏にランクインするなどスペシャルアルバムであるにもかかわらず多数の国及び地域で好成績を収め人気を証明した。A ハイペンは6から9月に埼玉、福岡、広島、愛知、 宮城など5つの都市でワールドツアーエンハイペンワールドツアーフェイトプラスインジャパンを開催する。